はいどうも、ヒルスのどこです。2021年2月10日水曜日ってことで、前々から宣伝してたんですけれども、ちょうど今牧田さんが外でですね、展示会これからやるよって言って準備してくれてるんですけれども、とんでもない情報が来ました。私本当はこの牧田さんの動画っていうのは今実演して、なんかアースオーガーとか、サンダーポリッシャーとかの新型、これをやって、ちょっと何日かかけて頑張って編集してアップしようかなっていう想定でいたんだけど、ちょっととんでもないチラシが今来ちゃって急遽上げることになりました。はい、これ。はい、牧田。充電式ラジオ。で、これわかりますかね、MR001G、002G、005G ということで、3機種がですね、一挙発売だよ、マジかよっていうチラシが今届いてですね、ちょっと今、正直今これチラシ受け取って今数分後で今撮影スタートしてるんですけれども、まあおしゃべりしやすい内容だったんで、このまま今動画を決行しておりますんで、お付き合いよろしくお願いします。先日のですね、動画で牧田さんがそのオリーブ色でなんかクリーナーとかね、なんか出すよって言って、ちょっと動画を上げました。ちょっとチラシ1枚だけだったんで、発売日いつなんですかとかっていう問い合わせが来てて、牧田さんとしてもですね、この商品の発売、まだオリーブ色の発売日っていうのが多分決まってないんでしょうね。聞いても、教えてもらえませんでしたので、まだ発売日わからない状態なんですけども、とにかくこのラジオが今、その中の情報でいち早く届きました。じゃあこれ簡単に行きましょう。牧田ファンの方であれば、ああ、はい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 って言ってくれるんじゃないかと思います。はい、じゃあ中開いてですね、見ていただくと、まずですね、MR001GZ。これがですね、現行機種でいう MR107 に当たるものですね、になります。で、続いて、MR002GZ は MR108 に当たるものになるんですよ。だから、これは、まず注文来ないかなっていうところではいます。MR002 だったら、Bluetooth ついてるしありかなっていうのはあるんですけれども、あんまり注文来なさそうですね。ただラジオ聞きたいぞって方は MR001G。で、スマホの音楽飛ばして、ちょっと使おうかなっていうクラスのお客様は MR002G なんですけれども、それを、置いといて、ぶっちぎりで売れるのがこの MR005G っていう、こう真ん中デカデカ乗ってるやつになるんですけれども、もうフレームから全然形が違うんですよね。かっこいい作りをしてて、スピーカーが3つ付いてます。中高音を鳴らせるスピーカーがこう右と左で、付いてて、で、底面ですね、にはウーハーのスピーカーが付いてるっていう、これは要は MR113。の新型に当たるものになります。で、今、現物がですね、まだ今日入ってきてませんので、ご紹介できないんですけれども、音質は特に変更がないんじゃないかなという感じになってます。スピーカーの、サイズ変更もありませんし、形もそっくりなんで、この辺は一緒かなっていうところなんですけども、一つ大きく変わった点がですね、もちろんこれ 40V MAX 対応って言ってますんで、ちょっとこの画像を見ていただきたいんですけれども、40V MAX させて、18、14.4 もさせて、10.8 もスライドもさせて、で、100V AC 取れるってことで、10.8 の差し込みのバッテリーのお客様ごめんなさい。ちょっとバイバイさせてもらって、40と18、両方させるようになってるんですよ。だから、牧田さんの作戦としてはこれを買っていただいて、18V ユーザーさんも 40V ユーザーにしちゃおうかなみたいな作戦があるのかなっていう感じですね。はい。で、あとですね、防塵防水の保護等級 IP65 取ってますとかっていうところと、あとはこの、ステレオの部分ですね。これBluetooth、これ MR113 を愛してる人であれば、存じてるのかもしれないんですけれども、1台のスピーカーから、Bluetooth で、このラジオ2台持っててもらうと、この2台に飛ばして、こうやって見るとか、右の音と左の音ってことで、ステレオでそれぞれ別の音を聞くことができるっていう、ステレオのモードっていうのと、あとはですね、現場に例えばこれ10台あることなんかめったにないと思うんですけど、このラジオをね、10台買って、10台いろんなところにバーッと置いとくじゃないですか。で、スマホ1台でピッと押すと、10台同時に鳴らしたいね、いうモードがついてる。このマルチスピーカーモードっていうのがついております。はい、というわけで、カラー展開なんですけれども、MR001G と 002G に関しては、もう分けていった方がいいですね。001G、こちらはブルーとホワイト。
あとは 002G の Bluetooth 対応モデルの方になりますと、ブルーとブラックですね。で、この、まあ、一番売れるでしょうって言ってる、この一番最強の、スピーカーですね。こっち MR005G ですと、ブルー、ブラック、オリーブということで3色展開になるわけでございます。はい、じゃあ最後、改めてまとめましょう。MR001G、2G、5G ということで、3機種出ますね。まず、1ですね。これが、定価ベースが 19,400円。18V 機が 17,800円ですので、まあ、18V 機のユーザー様で、今後、まあ、ラジオだけでいいや、俺。でも、まあ、来てほしいなって人は、今まで通り MR107 買ってもいいんですけれども、ちょっと 40V も視野に入ってるな。っていうなれば、まあ、見た目もかっこよくなってますし、この写真見る限りですね、なんかアンテナがなくなってて、このハンドルの中に入ってるような、形に見えますんで、まあ、MR001G がですね、視野に入ってくるのかなと思います。あと、まあ、ちょっとスマホで音も俺飛ばそうかなっていう人はですね、MR002G になるんですけれども、定価が 26,800円。対して、現行の 108 ですね、こちらが 25,800円なので、まあ、定価差でたった1000円になるんですよ。だから販売価格では、600円レベルの差になるかと思いますんで、MR108 を買おうと思ってるんだったら、MR002G の方がいいのかなという形ですね。で最後、まあ、これが目玉ですよね。MR005GZ、こちらを買おうと思ってる方、もちろん、マキタ最強のラジオをくれというお客様になるかと思うんですけれども、定価がですね、34,800円。現行の MR113 が33,800円と、こちらも定価がですね、1000円差ということなんで、販売価格にしたら600円程度の差になるかと思いますんで、まあ、MR113 を買おうと思ってる方はですね、もう、間違いなく MR005 を買った方がいいぞという説明でいけます。はい。あとは入荷が楽しみですね。来週あたりにちょこちょこ入ってきて、どうなんですかね。まあ、黒っていうのが土定番で売れるとは思うんですけれども、今までなかった色ってことで、このオリーブあたりが一番売れるかもしれないですね。はい。じゃあそんなわけで、今日はちょっと急遽慌てて撮りました。マキタの新型ラジオのお話でした。なんかですね、質問、ください。ちょっと音質については、ちょっと僕の耳がクソなんで、大したお答えできないんですけれども、ちょっとここ説明で分かんなかったんですけど、っていうのがあれば、ちょっと牧田さんに聞きながらですね、お答えしていこうかと思ってます。はい。そんなわけで、新型ラジオのご紹介でした。お付き合い、ありがとうございました。